はい、チュリー元暴走族の告白シリーズ第2弾思ったより伸びとるんですけど、まあ、前回そのね若い頃のヤクザに監禁された話と監禁もないじゃないですか。ブラジル人数十人に囲まれたっていう話を、まあ、聞いたと思うんですけど、まあ、今回はなんで更生したかね、元暴走族に。暴走族ぐらいだけど、まあ、まあ他社乗り回しょったってことだよね。まあ、なんでこう真面目になったか、まあ、その話をちょっと聞きたいと思うんですけど、僕もともと結構中学生から働いてたんですよ。ああ、なんか言ってたね。そうそう、じゃあお前中学校で働くんだお前やっぱあの周りよりお金欲しいと思ったし、周りより自由に物を買いたいっていう欲があったもん、ね。ああ、そういうことだな。仕事学校いい学校行くのが仕事やお前ら実際やっぱ中学校1年生ぐらいから働いてたんで、うん、でちゃんと真面目に働いてたんでしょ。そうそうそう、1日5000円もらって働いてたまあアルバイト程度にってことだな。お小遣いなんでもらっておるってことだな。でそれ以外も働いたことあるの？中3か中2ぐらいから僕もでも足場やってたんですよ。地元の先輩とかかるようになって、うん、でその仕事するかみたいな感じで言われてあ、じゃあしますみたいな、いくらで働くみたいな。それ違法なの？でそれが昔の話ですからね。そうそう、でそのなりまあ学校、まあ、で働いて、はい、でうちの会社入るまで何やったの？入るまでは中学校、まあ、卒業してないもんで、さあこの間の動画見とる人は結構伸びとるでね、まあ見とると思うんですけど中学校退学だよね結構退学になっちゃったんで、14歳ぐらいから17か18まで、うん、そのトビやってて、ちゃんと真面目に働いたの。そうそう、あ、一応真面目にもう出勤しとったんだ。そうそう、枠とかそういうの、うん、釣り足場、うんうん、そっち系やってて。あ、そうなの。そうそうそう、あ、で別に休むとか飛ぶとかそんなのなくて、なくて18歳ぐらいまで、うん、うんうんうん。でそっから遊びたい欲がもうブワーって出てきてで結局14歳から18ぐらいまで真面目に仕事して、朝早く仕事しに行って、うん、帰りはもう家着いたらもう10時とか11時だったんで、10時11時、はい、現場終わって、うん、現場が大体5時とかで回ってくるじゃないですか、うん、でやっぱその集合場所があるんで、応援行くんで、うん、会社に応援っていうのは下着ね、大きい会社の下に、まあ、3人とかで行くってことだろ。2人とか3人、今日3人来てって言ったら、そうそうそう、後輩とかと仲間で、まあ、先輩とかとな、お前で言ったら、なんでまたそこの事務所に戻らなかった。そのお客さんの会社寄って自分の会社行かなかった。そうそうそう、うん、でそういうのやってると、うん、やっぱ帰りが遅いんですよ、うん、でそっから遊びに行くってやっぱできないじゃないですか、うん、次の日の朝も早いんでずっとで俺みたいなやつが「おー」とか言って「ミュージー」とか言って「今日だった」とか言って「やってた」とか聞くしな。そうそう、それで帰りがいつも遅かったんで、うん、それを頑張ってずっとやってるうちにもう18歳ぐらいで、うん、もう、うん、もういいよ、やめようと思ってもそんなに続いたんだ。そう、そんなに続きました。もうじゃあ、まあ、4、5年やっとる。そうです、やってます、やってます。中学生からそうです。どういう就職就職話だ。中学校から働いて中学生の時にだろ。そうそうそう、中2で働いた会社を5年間勤めたんだ。そうそうそう、すごいな。休みもせんと。休みはしなくて。あ、そう、そうすごい。あ、まあ、性格だな、やっぱな。そう、しかもその時って本当多分忙しくてピークで、なんかやっぱり分かる頃って、うん、もう1ヶ月普通にフル出勤なんですよ、まるまる何年前だ、お前今何歳？僕今28なんで12年ぐらい前だって。俺がちょっと会社作りた頃かな、もう今14期ぐらいだもんで、それぐらいだよな。そうそう、その時ほんと忙しくて、めちゃくちゃ忙しかったな。休みがなかったんですよ、うん、ずっと。あ、そう、俺らもそうだったもん、ほんとにな。確かにお金は良かったんですけど、その時でも1万もらってたんで僕も。あ、ほんと？そうです。中学校で？そうです。そりゃ悪いことやるわ中学生に金持たしたらで、なんかもうだんだんやりたくなくなったっていうか、なんかもう、うん、もう遊びたいなんて欲が出てきて、で周りはやっぱ17歳で17、18ぐらいか。あ、17、18でな。で周りはもう女の子で遊びまくってるんですよ。まあそうだよな。そうそう、うん、でも僕も遊びたいなと思って、もう、うん、あれ車免許何歳？ 18？ 車の免許は18っすね。18か。あ、だからそれぐらいの時期だよな。そうそうそう、楽しかったな、俺も俺もう今ハゲてもあったけど、その時あった俺もあったアデランス行ってこいで帰ってくるけど、あの時はまあそんなこと気づかなかった俺の未来がこんな坊主なとこだとはふさふさしとった。そうです。それから、うん、もう18から本当そのこの会社に入るまで遊んでましたね、ずっと。21か20ぐらい。ってことは5年間働いて5年間遊んでたんですか。仕事一回もしてない。仕事一回もしてないどうやって生活すんだお前どうやって生活しとったの。それはもうやっぱり、そう、お前悪いことやったろまあそれもあるんですけどやっぱ18歳からだね、やっぱりいろんなことを覚えれるんでいろんなことって悪いこと覚えてないからだってまだ未解決事件やったらこれ聞いてくる場合あるじゃないですね未解決事件だよな闇は深まるばかりですやっぱ知恵もやっぱあるんで、やっぱ18歳ってやっぱり、うんうん、
まあ、いろいろやっぱそんなそういうことして、うん、やっぱお金を頑張って自分で作って頑張って作ってて、その仕事をしずに作ったんですよ。そうですね、何らかの方法で、はい、もうこれを作って生活しとったわけだ。そうです、そうです。それで早いわ俺。さすがにもう二十歳超えて21とかなんてくると、はい、やっぱ真面目に仕事しないといけないな、うんうんうん、でやっぱり周りもやっぱだんだん仕事してくるんだやっぱり、うん、うちに入ったきっかけって何だったの？聞く寺道うちの会社にそうやって入って全然休まない。俺本当に何回休んだの？今日休みますって当日休みって。当日休みはないですね。今まで5年間ない。5年間だって無欠勤ってことよ。いやだ7月何日に、まあ、このあるいも行くんだろ、フィリピンも行くんだろ。フィリピン行きます。行くとかそういう休み取っていくのはあるけど、もちろんね当日休みなし。なしですね。お前が社長やった方がいいんじゃない？俺だってあるでね、今でもたまにちょっと飲みすぎて、あーだね、じゃあ行ったと今日昼から行きます、すいませんってやっぱあるんですけどね。もうその日になって行きたくねえって、もう体えれえって時もあるんですけど、まあでももう行かなあかんなっていう。お前らほんで朝まで飲むと結構あるだろ。朝4時5時まで飲んでる時あるだろ。あります真面目か。前もそんな話したけど、やっぱり真面目に仕事もきちっとやってる、ね、5年間そのね、まあ、いろんな過去はあるけど、やっぱ根が真面目じゃないとやっぱやれんよな。やれないと思いますね。やめてけやったらすぐやめてけよな、はい、でもう本当に休むやつはもう、まあ、治るんか知らんけど。ケアも治らんじゃない。治らんもないです。ただ一生懸命やるな、現場でできたらな。だからそれだってまあいいとか、まあだいぶ減ったけど、やっぱ仕事が好きになってきて責任者になってきてだいぶ変わったな。そうですね、だいぶ変わったと思う。うん、まあそこはあると思うんですけど、だ結局仕事ってまあ好きになれるかどうかじゃん。そうだと思います、うん、好きじゃなかったら別にもうやめた方がいいと思うんだよね。そうですね。なんか上司の悪口言うぐらいだったらやめた方がいいし、うん、まあ俺の悪口は最近お前らちょこちょこ言ってるらしいけど。ちょこちょこですか？結構大げさに言ってるかしらですが。嘘、ちょこちょこじゃないですって。ちょこちょこじゃないか。殺すぞ。まあそんな感じです。まあそれは大学行ったりしてね、職人の世界なんか、まあ、別にそいつらがやる必要ないんだよね、うん、でもこれしかできんやつらでもやっぱこれ一生懸命やれば伸びると思うんでね、ぜひまた参考にしながらね、今中学生で学校も行かんと遊んでるやつらぜひまた職人の世界で頑張ってください、はい、チャンネル登録といいねお願いします。また見てね。